ヶ島ですね。こんな感じで頑張りましょう。よしここの塩やな、この塩だ。おー、いたー。おー、でかいばい、これ。よっしゃー。オープニングを撮りたいんですけど。はい、こんにちは。はい、こんにちは。今回はハイちびっこえぎんがハヤトと一緒に夢の国に行きたいと思います。どこですか？種ヶ島ですね。種ヶ島の方に、まあ、えぎんがって言ったらやっぱ種ヶ島、屋久島、ここって絶対行きたい離島の一つっすよね。レッドモンスターやってみたいよね。引きがね、めちゃめちゃ強いみたいよ。現地のですね、方からですね、今回アオリイカとレッドモンスターともうシーズンに入ってますよってことで、今回モンスターたちをちょっとね、一目にね、行こうかなと思って踏み出してきております。どうですよ、目標の方は。3キロか4キロを釣りたいんですけど、うん、できればまあ今の時期5キロが出てるらしいから、うんうん、5キロは釣れたら釣りたいなって感じです。指が大きくね。そう、レッドモンスターの5キロももう上がってるみたいなんで、自分はまあ、あのマックスが 2.4 なんで、そのマックス更新ですね。やっぱ3キロ超えのアオリイカ、まあレッドモンスターもやっぱ2キロ以上かな。そんな感じで種子島遠征楽しんでいきたいと思います。それではご視聴の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、部屋がめっちゃちゃんとしてる。テレビまで備え付けられてる。もう楽しんでるやん、一人。ワクワクドキドキの始まりですね。鹿児島から3時間半かけて種子島の方に行きます。はい、到着しました。到着しました。お腹空きましたね。はい、ご飯にしましょうか。はい、こんな感じです。ちょっとお湯沸かして、今日はねカップラーメンで、まあ釣りっぽい感じでね、おにぎりとかだけね、あのコンビニの方でこんな感じなんですよ。ランタンとかつけちゃって、ちょっとおしゃれにね。こんな感じっすね、車の中。今日も今回急だったんで、もう車中泊なんですよ。がっつりパンパンっす、荷物。こんな感じで今回の調校はやってまいります。それでどちらだって言うの。はい、それでは釣り場に到着しました。はい、はい、到着しました。今日はねちょっと時間が遅いから少しだけ打ってみたいと思います。ちょっと防波堤ね、高い県が急遽。はい、ね、じゃあそれでは早速やっていきます。頑張りましょう。よし。はい、それでは1投目ですね。種子島1投目、一発目は、メロメロチェリーパイ。メロメロチェリーパイですね。そんな潮は動いてないな。まあ、多分今ちょうど土管潮止まりぐらいなんですもんね。土管潮止まりぐらい。あともう一歩下がろっか。今めっちゃ潮聞いてきてる。ここの潮やな、この潮だ。うん、見っけたぞ、この潮だ。左かな。俺の方はちょっと払い出しやな。多分ハヤトが投げとる方はこう入ってきよって思う、おそらく。おー、いたー、来たー、ほらね、ね、来たろう。おー、でかいばい、これでかい、でかい、これこれでかい。これでかい、でかい、これでかいぞ。これでかいわ。これでかいわ。マジか、これ。これでかい、これでかい。まだで走るもん。いや、行ってないな。上がってきた、上がってきた。いや、いいサイズやわ。ついてきてない、ついてきてない。見てみ。ついてきてない、ついてきてないな。よし、ちょっと明日まで持っていくわ。うわ、でかい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 、結構ある。やっとやっと寄せてきた。よし、ありがと
おっしゃー、おっしゃー、赤やな、赤赤赤赤じゃねこれ。よし上がろう、上がっていいよ。ある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 ね、あるね、やったー、これやばいんじゃない。赤じゃないね、赤じゃないね、白ね、化け物やん。わちきのってねえ、やばい。ほらねえ、いけハヤトの足からここぐらい、ねえ、でかい。イエイ、イエーイ、早くちょっと行きたい行きたいな、よしやろうやろう。やばないこれ、ジュルン、イエーイ。時速測ります。ゼロっすね、ゼロ。ドドン、2キロは超えました。2100、まあエギ抜いて2080ぐらいか、2080ぐらいですね。やばい、タネガのポテンシャルがえぐい。これまだ来て1箇所目のポイントっすね。あ、オープニングなんて言われたっけ、2キロ以上取ってこいとミッション。リルーレさんから、はい、もしもし。とにかくまあ、種が島っていうところがどういうところか分かってるよ。もちろん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 。普通にね、やっても楽しくないんで。怖っ。ミッションを一つ。ニキラップするまで帰れまくる。ほら、頭悪い。ね、うちのリーダー頭悪いやろ。ね。ニキロアップって分かってるんですか？釣ったことないでしょ、ニキロアップ。そういうこと言う、強くそういうこと強く言う。それがまあ夢の国なんで、まあ何しろ安全第一で。そうですね、安全第一で、はい、はい、今回の挑戦もやっていきます。ね、やばいでしょ、こういうことになるんすよ。いきなりミッションクリアしました。よし、もうこれはね、ハヤトの力ももちろんあったんで、私ヤフ持ってきてませんでした。ハヤトがね、車まで取り行ってくれたんでキャッチできたんで、これは2人での2キロだとね、2人での2キロ。ちょっとね、今悔し泣きしちゃってね、悔しかったな、悔しかった。まだ始まったばっかりね、1日目、まだ1時間だけ行ったもんね。この気持ちね、気持ちがいい、釣られた、あった、悔しいって、やっぱその気持ちがね、この子を応援したくなるこっちの気持ちになってるんで、2人で笑顔で帰らんと。それではこの辺で、今日おやすみなさーい。おやすみなさい、はい、オープニングを撮りたいんですけど、寝てる場合じゃないですよ、もう勝負は始まってるんですよ、分かってるんですか。はい、お疲れ様です。お腹がペコペコリンなんで、ご飯の準備をしていきたいと思います。はい、ね、まずね、これは椅子とかね、ご飯をちょこっと買ってきてます。はい、じゃあこれを持って、はい、これを持って、はい、お湯してからお味噌汁飲む。おお、ね、うん、赤椅子最近やった風よけを立てて、これはお味噌汁用ですね。ご飯を作っていきます。はい、こんばんは。地元のですね、高校1年生、1年生、高校1年生の高賀さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、この3人でナイトは撮っていきたいと思う。ご視聴よろしくお願いします。レッツゴー、ゴー、はい、頑張ります、頑張ります。高賀くん、よろしくお願いします。お願いします。今回は堤防に来てますけど、はい、テトラ側で、はいはい、やっていく感じでいいですかね。はい、テトラ乱眼していきましょう。テトラ乱眼で、ここもまたエグイカが上がってるらしいですもんね。上がってます。今回ですね、自分前半で2キロ上げてるんですけど、あ、まだちっちゃいんですよね。
まだちっちゃい、まだちっちゃい、まだちっちゃい、はい、種子島のポテンシャル伝えるために。なるほどなるほどなるほどですね。お願いします。お願いします。はい。気合入ってますか。はい。ま、ゼロですよ。あなた。ゼロですよ。今日釣るからちゃんと。ね、今日釣るからね。じゃあ頑張っていきましょう。いいですか。はい。はい。はい。それではナイトゲームスタートですね。ここね、昼間入ったポイントで塩めちゃめちゃ良かったんですよ。OG の力見せつけたいと思います。最初ビッチマンオレンジからいきますね。ちょっとね月夜なんですけど、月が隠れてるんですけどね。ちょっとちょっとちょっと。ナイスちょっとちっちゃいですけどね。いやいやいい、全然そうちっちゃいけど、この爆風やからね。いやすごいわ、お見事お見事です。ありがとうございます。やばいな。はい、おはようございます。おはようございます。今回ですね、清掃活動海岸のねがあるってことで、今回緊急参戦をしております。はい、はい、種子島お世話になってるので、綺麗にそれをやっていきます。はい、それ入れていいよ。うん、全部いいって言ってた。入れて入れていい、全部。よいしょ、せーの、せーの、すげえ、せーの、お前力士になるよ。せーの、やばい。なんかこの言葉書いてある言葉、自分なんですけどね、こんなゴミがね、まあ、どうしても切れちゃったりとかするっすよね。こんな感じでペットボトルとかもめっちゃ落ちてたんで、今後ちょっと釣り行ったりしたらね、持って帰るような努力をもっともうちょっとね心がけて、皆さんで海を守っていきましょう。それでは清掃活動でした。いや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 、これがレッドモンスターだ。ゆっくりさ、オッケー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 、めっちゃ引いた。これ聞こえ、ほらあれ、かまれんかまれん、マジで来ました。ギャーギャー泣くやん。来た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 。